福島県の海産物を応援するフェアが奈良県庁の食堂で始まりメニューがお披露目されました東京電力福島第一原子力発電所の処理水放出で風評被害を受けている福島県を支援しようと県では3日から福島県産の海産物を使ったメニューを県庁の食堂で提供しています 定食はマダイのワン焼きをメインにし小鉢にはしらすを乗せた冷ややっこシーフードカレーにはヤリイカのゲソとコチが入っていて福島の海の幸を存分に味わえるメニューになっていますフェア開始の前日には山下知事も試食しましたおいしいですね まあ、あのたいっていう話はしますね。<laughs> これらのメニューは県庁六階の食堂で。毎週火曜日と木曜日に提供されています。価格と食材は仕入れ状況により変動するということです。